にそれは訪れた出来事、始まりはいつの手紙、送り主は遥か昔を生きる君、そんな昔的な出会い、僕の期待には今こんなものがあって、こんな暮らし教えるよ、文字に込めて伝え合う道に、いつしか芽生えたロマンス、決して出会うことのできない僕ら、それぞれの世界から綴る言葉、募る想い、姿さえも知らないまま、どんな時も君の言葉を待ち焦がれている、大生きる時代は違うけど、何度でも時間を超えて、君と君と伝え合う想い、願いが叶うなら広めていいかな、会いたいな、好きだから、出したのは君が生きる時代の明日、起こること悲しいこと伝えなくちゃ、どうか奇跡を起きて、過ぎてく時と変わる季節、雨から途絶えた手紙、もう届かない言葉だけが胸を締め付ける、彼方100年先を君が見てみたいと願った未来を、今僕はまだ歩いているよ、苦しい思いを胸に抱いたまま、そんな僕に届いた手紙、見覚えのある待ち焦がれていた街、それは君があの日を超えて僕に書いた最後の恋文、が君の下を生きた私を、野心を越えても握りしめて、僕が僕の下に見るその全てを、いつか伝えに行くよ。